ドリフト天国ボリューム94話行動ドリフトイニシャル D 新劇場版とコラボ。森戸学がラリーに挑戦。雨降りしきる断崖絶壁の峠道を全開走行。コース上ではクラッシュ続出。森戸ももちろんやらかした。落ちると思ったんだけど200キロオーバー連発。超高速サーキット鈴鹿に挑む G1 選手たちをインタビュー。マシンセッティング、ドライビングの極意に迫る。最新ドリパーツチェックでは走行状況に合わせ減衰力を自動で制御する優れもの。テインの EDFC アクティブプロウッチーが本番マシンでテスト。200キロとか出るって聞いたんですけど。高速サーキット初体験、リーガルドライバー木口健二の鈴鹿ドリフト挑戦記ではビビりながらも200キロドリフトの世界へ飛び込む。迫力満点ラリーオンボード映像も同時収録。ドリフト天国ボリューム94は好評発売中です。